去年俺たちある男に狙われてやっばい目に遭ったんですけど、それを助けてくれたのが加賀谷さんなんです。次はお二人ですね。私とは結婚する気ないってことだよね。ごめん。もういい、あんなやつ。その些細な喧嘩から全てが狂い始める。お店のフリー Wi-Fi あるんだ。遺体が発見されたのは連続殺人犯浦野義治が女性の遺体を埋めた場所の近くだ。殺したのは M ですよ。私の生活が盗み見されてたってこと。一度浦野に会って話を聞いてみてくれ。相手は何人も人を殺してる凶悪犯ですよ。やっと会いに来てくれましたね、加賀谷学さん。いつだって気をつけなんだと。 M の素性を一緒に調べてくれ。僕にネット犯罪の全てを教えてくれたカリスマ的なブラックハッカーです。神奈川県警のホームページがコンピューターウイルスに感染。やめろ。580億の仮想通貨が盗まれたでしょう。必ず犯人を捕まえて。お前、あなたがまだ誰にも話していないとっておきの秘密を教えてください。なんで私が狙われるの。みのり、実はさ、スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼。